はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ファトラです。今回は今できるソロ複製をより成功させるためと、もしもこうなった時どうやったら解決できるのかっていうところをね、説明していきたいと思います。ではまずね、自由照準っていうものにクリエイターの状態でします。そして PS ボタンから自分のフレンドさんやコミュニティの人で、自分と違う照準のフレンドさんとかコミュニティの人、まず参加してみます。で、警告を回る。注意画面が出たら×。これ注意画面出るということは自分と照準が違うということになります。ではここまで来たら、次に自由照準公開のセッションまたは PSID DJPPTR7、 ここのフレンド限定セッションに行きます。そしてね、さっきの照準違いのフレンドさんやコミュニティの人、もう一度ねプロフィールとか、開いておいて、素早くね PS ボタン2回素早くで、いつでも参加できるように用意しておきます。ではね、セッションに到着したら地下基地からまず始めます。そしてね、 DJPPTR7 のフレンド限定セッションを利用する場合は、必ずねセッション内で、CO のジョブとかね、複製以外のことはやらないでください。そして、機動作戦センター必ず区画3、個人車両保管庫、そして複製する車両っていうのは1Cレトロや LG レトロカスタム、もう分かんない場合は説明欄見てください。そして複製の犠牲車両となるもの、 LG RH8 をアリーナ、カジノ、それからナイトクラブのガレージなどに用意します。では機動作戦センターの中に入り、この複製したい車両というのをまずね乗り出していきます。まあ、ここから、地下基地の中で停車させるんですけれども、これ置く場所によって、またセッション内に人がどれだけいるかによって、同じような複製をやっているかによって、この車両があちこち動いたりする可能性あります。まあ一番スタンダードなのはこの位置、配管の横で左上に文字が出る位置で、自分の、オフィスの近くのジョブを開始してください。ジョブのロビーに行ったら PS ボタン素早く2回押して、さっきの自分と違う照準のフレンドに参加、警告を丸、注意画面を×、これでワープしていきます。このジョブトリガーというものをマップに表示させるためには、外にいる状態でアクションメニューから表示オプション、そして、ジョブのカスタムとかに表示に切り替えてください。そうすることでマップ上に出ます。そして自分のオフィスの近くにどんなジョブトリガーがあるかも前もってね確認しておくといいですね。まあ最高級オフィスの場合は、サバイバルとかがあります。では自分のオフィスに入り、今度はテレビの前に座ります。ここテレビのね視聴の仕方、ソファーで右十字キー、次に座ってから右十字キー、三角でテレビをつけたり消したりできます。左スティックでまずね左に倒します。そうすると大体ねそのセッションにいるプレイヤーを見れます。そして左スティックをまた右に戻すと、このアニメの画面になります。アニメの画面の時にオプションを長押ししといて、ここで左スティックを左に倒した瞬間にオプションをパッと離して R1 を押して素早く犯罪事業スターパックを開くっていうことをやります。ではここからいきます。アニメの画面からオプション長押ししておき、左スティックを左に倒した瞬間素早くオプションをパッと離して R1 ボタンを押して丸を押して素早くね上上上上と押して犯罪事業スターパックをパッと丸丸丸丸と押します。そしてこの後ね、3人の人が見えた状態、そして背景では音がしている状態、必ずタッチパッドで家のマークを押して、次にオフィスを押します。次に右上の URL をクリック、次に自分のオフィスを選び、階層、そして組織名、違うね色を選択して、次に左下の改造する、そして最後に購入。完全に購入するとこのような画面になるので三角を押してください。でマップから自分の、犠牲車両となる場所ですね、ナイトクラブ、アリーナ、それから、カジノペントハウスの位置の近くの、ジョブトリガーを四角丸で開始します。これ、セッション内で CEO ジョブやってる人がいたりすると、ここでねジョブトリガーが表示できなくなるので、一切そういうことは、DJPPTR のフレンドセッションではやらないでください。そしてジョブトリガー開いてね、ジョブロビー行ったら自分と違う照準のフレンドさんに参加、警告丸、注意×でまた移動していきます。
で、ここで、複製の犠牲車両となる LHRH が入っているガレージに1回でね、配慮してください。そして複製の犠牲車両 LHRH8 に乗り込み R2 を押します。そして体だけ外にね、出た状態になればもうね、あとは地下基地に戻るだけです。まあ基本的にここでね、ミニマップが、数秒すると、戻ったりします。もしね、戻らなかった場合っていうのは説明欄の違う手順でやってください。そして地下基地の近くのジョブトリガーを四角丸で開始します。もうミニマップ完全に戻った状態、ホストしますかと出たらホストするを選んでください。そしてジョブのロビーに行ったら PS ボタン素早く2回押して参加、警告丸、注意×、これでワープしていきます。ではね、あとは、この複製する車両を仕上げていくところですね。地下基地に入った時に無事自分の複製したい車両がもう完全に見えている状態、こうなればね、確実なんですけれども、ちょっと移動したりしてる時あります。これ若干移動してます。で、車両に乗り込んで5秒以上ね、待機してください。で、必ずね、待機してナンバー変わってます。この状態から右十字キーを押して丸で車両を、入れ替える。これでね、保管が完了となります。必ずね、ここ待機してください。そして連続でやる方法、このままセッション内でも可能です。ただし、車両がね、地下基地戻った時にあちこち移動する可能性はあるので、じゃあどうやっていくかっていうのを、ざっくりとね、説明2倍速でやっていきます。もう手順同じです。みんながね、止めなそうな位置でこのね、地下基地にね、車両置くとね、まあね、大体大丈夫かなっていう感じなんですけど、まあ、地下基地に複製の車両を置いといて、ワープでね、CEO のオフィスに戻ります。本当にね、 DJPPTR7 のフレンドセッションはもう本当に複製だけのために用意しているので、一切ね、複製以外のことはやらないでください。テレビの視聴のところは慣れちゃえば簡単です。アニメの状態からオプション長押ししといて、左スティックを倒した瞬間に素早くオプションをパッと離して、 R1 を押して丸を押して上地キーをトン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 と押して犯罪事業スターパックを開く。あとはタッチパッドの操作のみでこのまま購入して、完全に購入したら三角をします。これね、例えば感染してる人が途中でセッションを抜けると、途中でね、感染の状態、違う人の感染の状態戻ったりします。まあ、そういう時はもう一度テレビの視聴からやり直せばできます。ではね、複製の犠牲車両に向かいます。ここでもし違うガレージを選んじゃったとします。例えば、地下1階とかね、そういう時は、オプションからね、マップでジョブトリガー開いて、また外に出て照準違いをね、使って外に出ます。で、もう一回中に入れば戻せますね。では複製の犠牲車両を外に乗り出して、ここでミニマップが、まあだいたいナイトクラブだとね、ちゃんと出現するかなと思います。稀にね、ミニマップ消えませんっていう人いるんですけど、その場合はね、違うやり方とかをね、やります。地下基地に向かったら照準違いで警告丸、注意×でワープ。そしてこのまま地下基地の中に入り、ここでね、複製しようと思っている車両がどうなっているかですね。まあ、今回みんながちょっと止めなそうな機動作戦センターのちょっと左の端っこみたいにね、止めました。このようにセッション内で同じことをやっている人が多ければ多いほど、ここにね、車両がね、あっても違うところに飛んでっちゃったりとか、地下のね、マップ上にはあるんだけど見えないとか、いろんな症状出ます。そういったものをこれからね、じゃあ本当に実際マップにない状態から見せていきますね。では連続して複製します。またね、車両を置きます。じゃあどこに置くかというと、一番みんなが置いてしまいそうなここ置きます。ここ置くとね、結構ね、なくなったり見えなくなったりしますね。実際には複製しようとしている車両がなくなるのではなく、ただ見えないとか、あとは違う場所にあるっていうだけですね。なので複製の手順このまま続けていきます。そしてこのままテレビの前に行き、やはりここも同じです。アニメの画面に待機しながらオプションを長押し、左スティックを左に倒した瞬間、もしくは同時くらいにオプションをパッと離します。若干左スティック先です。では行きます。左スティックを倒した瞬間にオプションをパッと離して、 R1 を押して上十字キートントントンと押して犯罪事業スターバックを丸々丸々丸々と押します。
そして3人の画面が出てタッチパッドで操作をしていく。まあここも焦らずね、そして遅すぎず、ちゃんと観戦していられる状態のうちに素早く購入をして三角を押します。そして複製の犠牲車両がある位置に移動していきます。まあ必ずホストしますかって言ったら自分でホストするを選びます。そして照準の違うフレンドやコミュニティの人で参加警告丸でこれワープしていきますね。そしてここでまた複製の犠牲車両がある LAGRH8 に乗り込んで R2 で外に出る。もうねこの繰り返しです。しかし最後の、機動作戦センターにしまう手前のね、手順でね、まあいろんな症状起こります。特に公開セッションでやってるとね、まあ複製がね、仕上げられないとか最後車両がどこ行ったとかっていうのはあると思うので、まあフレンド限定セッションでもあると思うんですけど、じゃあどうすればいいかっていうのを、まあ一つのパターンでね見せていきます。対策としては2つのパターンにね、対応できるかなっていう感じですね。ではここで複製の犠牲車両、まあ見えているかどうかですね。実際マップ上にはある。そしてマップ上でもじゃあどこにあるか、地下基地にあるのか、そして埠頭にあるのか、それでもね違うんですけど、地下基地内にあるときは、必ずね、この機動作戦センターの中に入り、そして一番前から出る。そうすることで大体出てきます。もしも埠頭にあるという場合はじゃあその近くのジョブトリガーを開始して照準の違うフレンドやコミュニティの人に参加警告丸注意×、これでね移動していきます。ただし移動すると、ここでね個人車両マーク見えません。なのでこの状態で乗り込みます。車両に乗り込みます。乗り込むとここでナンバーが変わればもう成功です。あとはこの状態で機動作センターを要請します。これ要請できないときはね、車両から降りれば多分な、まあね要請できるか、まあ乗り込む前に要請するかしてください。そしてこの車両を機動作戦センターの中にしまえば OK です。ただしねこの状態バグってます。スピード出せません。これおかしな状態ですね。これ地下基地にいる状態なのかなっていう感じなので、もしもね見えないっていうとき、地下基地にあるのか埠頭にね個人車両マークがあるのかっていう感じでね、対応してみてください。まだまだできる、ソロ複製、ま明日のクイックアップデートまでに、稼いでみてください。よかったらやってみてください。